はい、どうも皆さんこんばんは、オオカミさんでございます。ということで今日も昨日の続きやっていきましょう、ガラスの通路を作るのにガラスがなくなったので、じゃあ取ってきますねみたいなねことを前回言ったと思うんですけど、ちゃんと取ってきましたちゃんと取ってきました。これ見てください、めっちゃ取ってきました。まあこれでねガラス大量に作れるんで、まあいけるでしょう。多分今とりあえず欲しいのは2個でしょ、3個でしょ、7つぐらいかな。もうこれで5でしょ、あと2個ぐらい、あと2個ぐらいですね。7、とりあえずこれでいきましょうかとりあえずこれでいきましょう。7個ぐらいで結構いい感じになるね。途中なのがね、ここが途中なんで、まずここをやっつけます。でここもやっつけるとこれでつながるんだね。つながるよねこれね、これでつながります。で、こっから一応入っていけるかな。 OK、 あ、OK ですね、いいですね。はい、こうなってこうなると、そうすると多分ここにつくのが、ここに改造これがここですね、コンピューターチップとチタニウムね、まあ、これ後でつけるとして、そんな感じですね。これもだからここじゃなくて、これここじゃなくて、これもこっちだよね、つけるならね。こっちじゃねって話だよね。こうでしょやっぱり向こう向いちゃってるけどね。こっちとこっちで統一しよう。で、そうですね、この通路もこっちの通路もクロスしない、クロスはしないかな、これはまあ拾っといて、こっからもだから、ここからも一応通路がだから伸ばせるんだよね。伸ばそうと思えばね、伸ばせないのか、伸ばせるよね。ジョインで、こっから伸ばせないかな。これ伸ばせるでしょ多分めっちゃ入り組んだ感じになっちゃうけどね、めっちゃ入り組んだ感じになっちゃうけど、こうしてで、こうはいけるんじゃない？いけるよね多分ね。これね。でこことここつながるでしょ多分。ね。そうすると、こっからでもこっちに持っていくのは多分無理だよね。無理だよね。こっから向こうに持っていくのは多分無理だね。めっちゃ入り組んだ感じになっちゃうけどね。もうガラスないよね多分ね。多分もうガラスがなくなった、なくなりま、1個だけある、1個じゃダメなので、すごいな、ここすごいことになってんだこれ、えげつないなこれ。あ、これ電池ないのか、違う、それ空の電池だ、ゼロ、これだ、この辺足がもう足えげつないですねこの辺で、ひどいことだ、めちゃくちゃだなすごいね、貫通してんじゃんここひどいわ、これはひどいわ。ファブリケーター上にもあるんで、あ、まあどっちに行ってもいいか、こっち行ってもいいか。
ガラスをもっと作りましょうか。何個作れるんだろう。ロッカーにもしまってあるんで、その部分を考えるとこれで2個は作れる。これで3つ123 L 字のやつが来るか。待って L 字じゃなくて十字のやつかな。十字のやつの方がいいかな。じゃあここもガラスにしたいよね。ここもガラスにしたいんだが、まあそれはまたちょっと後にしといて。これまっすぐ来ると多目的ルームにぶつかるのかな。間違えた。ちょっと待って、とりあえずもう一本は大丈夫でしょだよね。もう一本大丈夫だよね。もう一本は大丈夫です。問題はこの先だな。この先ここにつながるのか、こっちか。ちょっとずれてるのか、ずれてるから合わないのかな、ひょっとして。ちょっと待って、試しに仮でこうやってみようか。あ、ここか。これがガラスじゃなければここにつながるんか、無理やり。そういうことか。でこっちはもう一個はいける感じ。こっちはもう一個はいけるんだね。でここで十字か。先に十字入れた方がいいのか。じゃあここでこれ来て、これ切って、これ来て、でこうこう来て、でここがガラスじゃなければよきな感じ。こうなる感じ。これくっつくのかな。これくっつく、果たしてくっつくのかな。くっつかなかったりして、チタニウムが必要です。なんかホワーンって言ったけど、何がホワーンって言ったの。何ホワーンって言ったの。出来上がったの。水ができてる。マジか。ろ過した水なのね。でも取れるの。取れないの。あ、取れたじゃん。飲んでみるか。おお、結構満タンになった。なるほど。ちょっとしたらチタニウム足りない説で出てきたね。でこれがこう来る。ああ、これだとくっつかないのか。これだとくっつかないんで、これにしなきゃダメか。こういう感じ。これだといけるよね。でここも十字。こうなって、めっちゃ複雑めっちゃ入り組んでる。アーク OK か。こんな感じか。でこの横にも本当は通路が伸ばせるんだけど、こいつがあるから伸ばせられないっていう話か。ここに
この辺に基礎なかった。基礎はないのか。通路の下に側になってるね。うん、でどっちみちここに、ここに置けないよね、どの道ね。あ、だよね。あ、この太陽光発電、太陽光発電が1個なければいけんのかな、このソーラーパネルが。ちょっと一回解体して、解体してみたらいけるのか。いけない、いけないじゃん。この通路があれだから、もう一個解体してみる。これなんかキラキラしてる。これが反…あ、これなんでキラキラしてんのこいつなんでキラキラしてんの。これでどう。あ、これならいけるんだ。おー、あ、そう、あ、これならいけるんだ。そう、問題はここだねこれだな、ここ。 Welcome aboard, Captain. ここだな。ここを十字のやつにしなきゃダメなんだけど、これ棚があるから、棚をどけなきゃいけないんだね。棚を、じゃあ一旦棚ずらすか。一旦棚をどけますか。と思ったけど、ロッカー作るだけの、ロッカー作るだけの材料があるのか。あ、こっちに持ってきてもいいけどね、別にね。とりあえず。自分がいるから置けないパターン、これ。向こうは置けたけど、こっちは置けないパターン。あ、置けるじゃん。あ、そうかそうか。あんまりこっちは置けないんだね。うん、まあとりあえず、全部入れとこうか全部入れて全部入れたらダメなんだろうけど、まあ全部入れて、で、これはから、あ、これ空じゃん、もう別に。これ空よ。これは？これめっちゃ入ってるな。これめっちゃ入ってるわ。で、解体する道具がなきゃどうしようもないね。解体する道具、うん、これでいいか。1番ね。でこれで2個は解体できます。これ解体で、これも解体したら、インベントリーがいっぱいです。おお、そうかそうか。じゃあ、ああね、2個でいけんの、このロッカーって。一時的に思いつくた方がいいのか。うん、でこれ全部入れてしまう。全部入れなくてもいいか。鉛で、これ空でしょ。空だね。 OK で、これバラす。あれ、よいしょ。これバラします。うん、そしてこれもバラしていく。
バラせない。これバラせないの。これがあるからか。ん？ハッチ。これバラせないのかな。あれ、これバラせない感じ。なんでだろう。ストレージが空になってません。ストレージがまだ引っかかってんの。これ出れなくなった。出れなくなった。はまったはまった。ストレージが空になってません。これもか。これも空にしなきゃダメなのが。これもどけなきゃいけないって話。そんな長いやつなのかな。惜しいね。ん？ 3 つ、こっちいっぱいだっけ。じゃあ入るじゃん。よっしゃ。でこうなるとこれが壊せる。壊すとどうなるんだ。壊すと、ああそうなるんか。じゃあここに T 字が来ればいいのか。こうだよね。あ、違う。反対も逆向きだった。逆や。これね、バシャバシャ。本当に欲しいね。逆逆。こう？なんかなくなった。なんか足りない。あ、電源か。電源なしか。あ、電源ない。電源なくなったわ。充電しなきゃいけないね、電源ね。電池充電しなきゃいけない。これ100？ あ、これ100だね。これも？これも100か。こう。で、変えて、かつ充電やね。力でもできんじゃん。できないか。ザバ。これか。できた。そうするとここつながって。よいしょ。
ああ、こっから行けるようになりましたと。オッケーオッケーオッケー。で、今何持ってる？ガラス持ってるけど、ガラス使えるかな？オッケー。起きたんじゃない？お、いいねいいねいいね。ここは置けないんだよね、多分ね。ここは行けないね。ここは行けないくて、ここ通路にしたいから、やっぱこっちに棚並べるか。というか、というか、あ、これ悩むな。これ悩みますね。どこにどう置くかね。ごちゃごちゃしすぎといえばしすぎなんだよね。マジでね。めっちゃごちゃごちゃしてるんだよな。まあ、ちょっと考えておきましょう。はい。ということで、とりあえずひとまずこんな感じにしときましょうか。こう行って、こう行って、ここ繋がってないね。ここ繋がってないじゃん、ここ。ここ繋がってないぞ。おい。ちょっと待って待って、そこ何があるんだ。そこは何？あ、そうか、ここ。ここか。これを10時にしなきゃいけないって話か。まあいいや。それは後ほど。じゃあ T 字通路にしなきゃいけないってことね。ここね。でもはしごあるからな。はしごも壊さなきゃいけない感じねえ。あれ、ここも繋がってないの？あ、これダメじゃん。そうか、これじゃダメなんだ。これじゃなくて、これじゃなくてさ、これじゃ、ん？え？向きがおかしかったのか？こうなって、ちょ、待って待って待って。Welcome aboard, Captain. これこうじゃないのかな？こうじゃないのかな？これだとどうなる？つながった？あ、つながったね。つながったつながった。こうね。こう行って、こうね。で、ここ出口だよね。出口。で、こっちにも行けると。だいぶ複雑だけど、だいぶ複雑だね、これね。ここもつなげてしまいたいぐらいの感じだね。勢いだね。で、ここがつながってないのはまあ向こうだね。はしごがあるからな。はしごまず壊さなきゃいけないな。はしご壊して、かつこれもどけなきゃいけないって話か。まあ、最初の頃みたいにまたここに置くか。結局やめそうな雰囲気を出しときながらやめずにやってるっていうのもね。この辺でやめようかってなんか言ってたような、言ったような気がしないでもないけど、結局やっとるやないか。めっちゃ持ってるじゃん、もうすでに。とりあえずここに掘り込んで、
ね。よし、でこれはバラせると、これはバラしてしまう。そしてこれはまだいっぱい入ってる。めっちゃ入ってるやんめっちゃ入ってるやん。収まりきらんか。収まりきらないかもね。微妙すぎる。めっちゃ微妙。まあここでいいかあんまそのデッドに攻めてもしょうがないよね。全部収まらないんじゃない。まあ三つ、もともと三つあったら、あ、手に持っときゃいいか。手に持っときゃいい。手に持ってる分も合わせれば全部入るかな。あ、入ったね。入った入った。でこれ壊します。ね。でそうなると当然。これ壊せるのかと思いきや壊せないじゃんあ、窓があるからか。窓のせいだ、うん、そうするとん？ん？解体する対象の中、対象の中や近くにいるときはできません。あ、自分が乗ってるから。解体する、お、外からやればいけんねんの。お、そんな長い通路だったの、これ。基本的な通路モジュール。え？持ち物いっぱいなんだ。マジか持ち物いっぱいなのか。まあとりあえず下に落としとけばいいか。とりあえず沈めといて、また使うからどうせね。でここにじゃあこうだね、こうだ。で合体した。で今捨てた。今捨てたチタニウムはどこ行った？一個目が、あ、これか。でこうなりました。こっちは、あ、繋がったね。繋がった。あとはしごか。梯子の向きって決められないんですよね、これね、うん、絶対この向きになるんだよね。ガラスはめられるかな、ここに。あ、はめられるね。来た来た来た。お、いいじゃん、いいじゃん。もうガラスはめられる。これもなかったなかったわ。なきゃ作ればいい。オッケーじゃない？はい、こう来て、もうどっからでもいけるよね、これね。どっからでも、あ、もうガラスないんだった
よし、まあこれな感じでしょう。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけど、じゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。オオカミさんでございました。またね。